はアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部においてテハチャピ・峠を鉄道が越える場所にある全長1.17キロメートルのループ線である。テハチャピループ線の存在している路線はサンホアキンバレーにあるベイカーズフィールドとアンテロープバレーにあるモハーベの間を結んでいる。勾配を緩和するために線路が周回するように敷かれており、平均勾配が20パーミルなので。 ループ前後の高低差は77フィートとなる。アメリカで運行されている長距離貨物列車には編成の全長が1000メートルを超える列車が珍しくなく、そうした列車ではこのループ内で編成の前後が交差する。ループ線がある場所の地名はサザンパシフィック鉄道の地域監督官であった WA ロングにちなんでワロングとされている。このループ線には ワロング側線という側線もある。また途中に第9トンネルというトンネルもあり、この名前はもともとはベーカーズフィールドから9番目のトンネルであったことから来ている。ラ・メサ模型鉄道クラブはこのループ線のスケールモデルをサンディエゴにある模型鉄道博物館に制作し一般に公開している。この路線は サザンパシフィック鉄道によって1876年に建設された。その当時としては最高の土木技術の成果の一つとされ、また単線の鉄道としては世界的に見ても列車本数の多い区間とされている。アーサード・ウィント・フッドとウィリアム・フッドがこの路線の建設に携わった。1998年には米国土木学会の指定する。 歴史的土木施設に指定された。2010年現在、この線は、ユニオンパシフィック鉄道が所有している。また線路使用権の取り決めにより、BNSF 鉄道もこの路線を利用している。列車が頻繁に運行されていることと優れた景観から、この地域はアメリカにおける鉄道ファンの関心を集める場所となっている。多くの関連物品を収蔵する。 鉄道博物館が近くのテハチャピに存在している。大きな白い十字架がこのループの中央にある丘の頂上に置かれている。これは1989年5月12日にサンバーナーディーノで起きた列車脱線事故で死亡したサザンパシフィック鉄道の二人の従業員を追悼するものである。ありがとうございます。